チャオ、元プロサッカー選手の宮田直樹です。今日はターンの練習方法っていうのをやっていきましょう。前僕の動画でもねターンのことっていうのを、やったんだけど、今日はちょっとその違った形のトレーニング方法っていうのを紹介します。目的としてはやっぱりこのターンをうまくなるためには、やっぱその反復のね、仕方だったり、こうやってコーンを置いてあげると、よりやりやすく練習しやすくなるよっていうのを、みんなにね紹介したくて、今日の動画をこうやって撮ってるんだけど、あとはその時の注意点だったり、こうした方が多分ターンしやすいし、こうした方がよりリアリティがあって、ターンするときに、いいですっていうポイントをね、みんなに教えていきたいと思うんで、今日の動画をしっかり見てください。練習方法としては長方形の中にコーンを2つ置いてください。でターンするとこは赤のどこいい、なんでここからまずスタートして、あそこのコーン赤2つあるんだけど、右側のそこにドリブルします。やっぱドリブルして、でこっちだとインサイドでターンして、ここのとこまで早く行く。ターンまではゆっくりかもいい、ゆっくりでいいです。今みたいにもうちょっとドリブルドリブルドリブル、ターンからのここのドリブルは早くやりましょう。いい？でやっぱり入れ替わった瞬間っていうのが遅いのと、入れ替わった瞬間が早いのっていうのはどっちがいいかなって言うと、やっぱり入れ替わった瞬間早い方がいいと思うんで、そしたらターンはより相手を離す、相手と近かったのが、離れるためにはすごい効果的だと思うんで、スピードアップするとどこなのっていうところも意識してやってみましょう。ターンする時のポイントなんだけど、こっちに行くよって言って方向感じて反対行くっていうのがすごい大事なんで、この時にポイントとしては腕も使いましょう。しっかりボールを相手から遠ざける、こっちから僕行ってここが相手だとしたら、遠ざけるためにしっかりこうやって腕で押さえて、ボールを遠いところで今みたいにストップ、スピードアップっていうのがターンではいいと思います。使わないと、じゃあやっぱ幅がね、相手との幅がやっぱりここ小さい、狭いです。なんでやっぱり腕を使えない選手はやっぱりターンもできないし、1対1で抜くとか、いろんな、ね、場面でやっぱりね、通用できない部分も出てくると思うんで、やっぱり腕をしっかりうまく使うっていうのは、別にこれファールでもありません。やりすぎだとファールになっちゃうけど、うまく使うのはやっぱ世界のね、サッカーでもいっぱい使ってるし、もちろん J リーグの選手でもね、J リーガーでも全然使ってるし、サッカーやりおいてはやっぱ手で使わないでプレーしてっていうのは無理です。相手からボールを遠ざけるためのその一つのツールとして、しっかり使ってください。あと一つは、よくこの年代にありがち、どうやったらターンがうまく出るのっていう、結構見るのがターンじゃなくて前にこうやって切り返す、切り返しターンがごっちゃになってる子いっぱい多いんだけど、ターンっていうのは自分のボールを隠す、背中を向けて隠すっていうのがポイントです。これを左足のアウトだったり右足のインでやったら、自分の背中を相手に向けれますかっていうことです。まずはそこの整理をしっかりしましょう。切り返しで相手をこうやって抜くときとターンするとき、やっぱ違うよね。明らかに自分の背中が相手に向く瞬間ができると思うんで、ターンっていうのは自分の背中を相手に向ける、それで方向を変えるっていう技なので、そこは間違えないように、ターンと切り返しの区別っていうのが分かんなくて、よく小学生やりがちなのが、前向けないのにバーン切り返してガシャン取られちゃう人、ね、なかなかジュネイウスとか、ユースとかでは、あんまりそんな場面は見ないけど、だけどそういうプレーやってる選手っていうのは、自分の後ろの状況見えてないっていう選手が多いね。なんでそうじゃなくて、やっぱりターンする時の利点は、本当にブロックして相手が入り込めない、押し込んできていても反対に切りやすいよっていうことがすごいポイントなんで、そこのね区別っていうのはしっかり自分の中で頭で整理してみましょう。ターンの時は相手に背を向ける、突破の時は自分の体を真正面に向けるっていうね、その区別はだけはっきりしてください。そうすることによって、このどっちから入ってくればいいかなっていう問題が解消されると思うんで、まずは自分の中でしっかり頭の中で整理すること。何も考えてない選手はターンと、切り返しの区別、突破の区別は多分分かんないと思う。しっかり理解してターンをうまく活用すれば、やっぱりすごいいいプレーもできると思うんで、よく考えてください。
ゆっくりから左で押さえて、そのまま右で持ち替えてもいい。まあアウトサイドの時は特に片足だけでやるんじゃなくて、ターンは手を最初こっち遠い方でブロックしながら、この状態の時に左足若干この時に、ね、相手と近くなる時あるんだよ。押さえてても近くなる時あるから、さらに取られない方法はここから右足で持ち出す。インサイドの場合はずっと遠い足でこうやって床足をしっかり置いて、その周りをこの蹴り足でターンできるから入れ替える必要ないんだけど、アウトサイドのターンの時に早くてブロックしてて、これでも絶対いいんだけど、けどこの瞬間ね、一瞬このコーンに近い時あるからちょっと取られる可能性あるよね。じゃあなんでそういう時にさらに取られないとこってどこって言うと、やっぱこういうとこ、右足だよね。反対の足に入れ替えてあげることをすることによって、相手よりさらに遠くボールを扱えることができるっていうのはすごい大事なんで、こういうことも意識してやってみましょう。アウトサイド、さっきやったようにアウトサイド、ここでグーって持ち替える。そうすることによって取られづらくなる、ね、っていうのがポイントです。左足も一緒、持ち替えてグーって今みたいね。やっぱり持ち替え、アウトサイドは特にボールの持ち替えっていうのを意識してください。両方使えることがすごい、キープすることによって有利になる、ターンすることにすごい有利になるので、そういうことも意識してやってみましょう。トレーニング方法を、ね、紹介したんだけど、やっぱり意識するポイントだったり、まあ、僕が最初言ったようにやっぱりターンした後のスピードだったり、そのドリブルスピードを上げることによって相手と入れ替わった瞬間さらに、ね、距離が離れると思うんで、まあ、そういうことも意識するとより実践に近いのかなと思うし、ターンするときにはやっぱり腕を使うこと、細かく言ってるんだけど、これ当たり前のようにやらないと、やっぱりその試合中でターンを使うこともできないし、まあ、さっきも言ったようにターンと、まあ、突破の区別、こういう時って実はターンすごい使えたなとか、じゃあこういう時はやっぱり、別に自分の背を向ける必要ないなとか、いろんなプレーを選択できるようになると思うから、やっぱり引き出しを多く持つ、それで自分がそのいい場面で使うことになれるというのはすごい大事なことだと思うんで、みんなもね、頭の中整理して、今日やったターンっていうのはどの場面で使った方がやりやすいのかなとか、そういうことも、考えながら、こういう、ねまあ、トレーニング方法を、ね、紹介したんだけど、そういうことをイメージしながらこういうトレーニングを、しっかりやってください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。